はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらのフィット、型式で言いますと DBA-GE6 ですね、こちらのですね、ステレオの取り外し、こちらの方をですね DIY していきたいと思います。はい、ちなみにですね、年式は平成20年の7月と6になっておりました。はい、それではですね、室内の方に、アングル変わりますので、一度カメラ変わります。はい、それではですね、まずは取り外しの方取り掛かりたいと思います。こちらですね、開いていただいて、ここね、2箇所ちょっとね、見づらいかもしれないんですけどね、ここにね、プラスドライバー、プラスのネジがですね、2本ありますね。これをまず取り外します。ちょっとね、カメラでは映ってないかもしれないんですけど、こんなようなですね、タッピングのビスが、ネジがですね2本ありますので、まずはここを外します。はい、よいしょ。ちょっと硬いですけどね、まずはここを外すということですね。はい、はい、そうするとこのようにここは外れてきます。そうしましたらですね、次はこちらをですね、ちょっと力技になるらしいんですけれども、外すようになります。はい、ちょっとね、こちらだと力入らないので、助手席側にねちょっと移りたいと思います。はい、ここですね、ちょっと隙間がねそんなにありませんので、ここに1箇所ね隙間があるんですけれど、ここにねマイナスとか、ちょっとね、これはどうせ見えなくなるところなんでマイナスの方がいいですね。ちょっとね、工具を持ち帰ってきます。一回カットしてください。はい、工具をねちょっと持ち帰ってきました。ちょっとね、大きめのマイナスドライバーをここにねちょっと刺します。で、こちらのですね周りをこじ開けていきますね。はい、ちょっと硬いですけどね、ちょっとこう思い切りと、はい、丁寧さと思い切りさが必要になりますね。はい、このように取れてきます。はい、で、そうしましたら、ここね、カプラーね、1個ついてますんでね、これ、ハザードのカプラーになりますけれども、これを外します。はい、こんな感じですね。外れてきます。実際ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11箇所ですね。クリップあります。なかなか頑丈についております。力技になるんですけど、まずはね、ここの部分にねマイナスを当ててちゃんと入るところありますのでね、これでグッと引っ張る感じですね。自分昔ね、GD1 のフィットの、ステレオを脱着したことあるんですけど、それに比べればまだ楽です。はい、またも機会があったらね、 GD1 のフィットのステレオ交換の方もですねやっていきたいと思うんですけれども、それよりはまだ、若干楽ですので。はい、そうしましたらですね、プラスネジがまた1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所、こちらね6箇所を外すようになります。はい、このまず横の2箇所ですね、外します。はい、実際はですね、今ね僕ね、バッテリーもつなげたままやってるんですけど、これは本当はダメですのでね、本当は、バッテリー外してくださいね。はい、今日はですね、実際の脱着の途中まで行いますので、バッテリーつなげっぱなしですけど、実際ステレオを変えるときはバッテリーは外してください。はい、やっぱね、電気ね通ってるんでね、危険ですのでね。はい、で、そしたらこの2箇所ですね。はい、よいしょ。これね、ネジ落としちゃうと拾うの大変ですから、ここは慎重にね
外してください。もう外れかかったらもう手でね取る感じでいいと思います。はい、もうね指がつりそうになりますけどね。はい、あ、落としてしまいました。ちょっとね後でこれはマグネットで救っときますけれども、はい、このですね6箇所を外せば、外れてきますと。はい、もうちょっとですね、ここのね、下の2箇所はね硬かったのでね、皆さんもなかなか取るの苦労されるかとは思いますけれども、これマグネット付きの方がいいですね。本当はねマグネットタイザーでね、磁気を帯びさしてからやればよかったんですけど、ちょっと今日時間がなくてやってなかったですけれど、やっぱ急がば回れで手はかけた方がいいですね。はい、よいしょ、なかなか硬くてね外れないですね。よっ、もうちょっとですね。はい、よっ、外れました。はいはい、そうしましたらですね、この後ろのカプラーを外せば、ステレオの脱着は簡単に行えます。はい、今日はですね、こちらね戻しも同じような形で戻せば、いいです。はい、こんな感じでねごっそり外れますので、はい、今日はですねこちら、GE6 のですねフィットのステレオの交換の仕方、もう一回ねおさらいしますと、まずここですね、こちらを外します。でそしたらここに、マイナスこじるところがあるんで、ここに入れて、これを外します。であとはネジで外します。そうするとステレオが外れてくるというですねことになります。はい、今日はねこちらG6 のステレオの交換の仕方ですね、こちらの方を DIY してみました。簡単なね動画ではありますけれども、何か参考になればと思います。今日もですねご視聴のほどありがとうございました。またよろしくお願いいたします。